さあこの動画ではクッパジュニアがね温泉に浸かりすぎて真っ白になっちゃったんで彩りの湯で色をつけてあげようとそういうパートですね。コメック掃除してる隙間時間を見つけて働かされてるんだな。まあ損害賠償えぐいからな。そりゃクッパジュニアもあんな顔になるわ。しゃあないしゃあない。さあこの土管を入ると彩りの湯に行けるんだよね。あれかすごいカラースプラッシュ感あるよね。この彩りの湯っていう名前がね、彩りっていう名前がカラースプラッシュ感ある。ちょっとカラースプラッシュはね個人的にかなり好きなペーパーマリオになるので、そういうなんかカラースプ要素があったりするのかな。入り口、あこれか。入り口ハンマーで叩く男いるかな。一般常識的にどうなのかっていうね今疑問はあったけど。ん？え、ここが秘密の温泉？下にあったあれじゃないの？なんだか真っ暗ですわ。秘密だから暗いのかな。はあ、なんだこれ。あ、温泉が、桶があるね。レディース&ジェントルメン。お？ちょっと嫌な予感してるよ、これ。俺の中のムーチョがなんか騒いでる気するけど大丈夫？レディース&ジェントルメン。ムーチョ始まるな。レディース&ジェントルメン。ヘイホーの、お？ヘイホーの？あれ？新番組始まったんだけど、あれ、もしかして前期の番組ムーチョでムーチョ打ち切りになりました。あまりの低視聴率のゆえ打ち切りになっちゃった。新番組始まってるんだけど、過去作ね、スーパーシールにムーチョでムーチョっていうムーチョのバラエティ番組があったんだけど、あのその場で A ボタン連打とその場で B ボタン連打してるだけでクリアできるっていうすごくねお粗末なバラエティ番組で、あまりにも視聴率の低迷が続き終わってしまった可能性あるな。乗っ取られてるわ、ヘイホーに。司会は私ヘイホーです。お客もヘイホー。おお、 MC ヘイホーかっこいいね。 MC ハマーみたいな。そしてチャレンジャーはおなじみのマリオ。いや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 、彩りは違うよ。3人なんかノリノリだけど違うよ。なんでここで息合ってんの3人。おおおに、パフパフパフ。クイズにクリアすれば秘密の温泉彩りの湯へご招待いたします。え、この彩りの湯行くまでの難易度高ない？スタンプラリーで終わりじゃないからな。完結戦のアスレチックも超えてここまで来たからな。クイズにチャレンジしますか？いいえ。カメック今のカメックはマジでおもろい。ノーチャレンジですか？ちょっとカメラ止めて一旦コマーシャル。空気読んで。おお、本当にカメラある。マジバラエティ番組じゃん。あ、帰ってきちゃった。今のカメックマジで面白かったな。え、マリオさんウケないんすかみたいな。え、みたいな顔してたよね。クイズをクリアしないと彩りにはいけないの？よーし、やる気満々。イベントごと全てに全力な女だからな、オリビア。じゃあ行くか。もう見えてるもんな、ここ。まあまあまあ、なんかこう、ミニゲーム的なものやらされるんだろうね。さあ、やろうか。クリアすればご招待チャレンジしますと。やったね。あ、カメックさんは観覧席をお願いします。お、オリビア一緒でいいの？マリオくん、ここは頼みますぞ。なんかこういうのカメックの方が向いてそうだけどな、こう知的な何か、ゲームは。では、モニターに注目。お？クイズは全部で12問。多いね。正解するとポイントがもらえます。難易度高いものをクリアしたらいっぱいポイントもらえますってことか。100ポイント達成。え、2個クリアしたらいいだけじゃん。簡単。クイズはルーレットで選ばせていただきます。それでは参りましょう。ルーレット。スタート。あ、自分で選べないんだ。え、50がいいな。もう50パパッとクリアして終わりたいけど、一番簡単なやつ。まあまあまあ、ここでまずどんな雰囲気かね、分かっとくっていうのが大事だね。ん？この絵がシャッフルされます。元の絵を覚えておいてください。缶詰パーティーか。缶詰トリオが3体いる。シャッフル？どういう感じなのかちょっと分かんないな、雰囲気が。いまいちルールか分かってない。あー、戦闘画面みたいなこと？はい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 。覚えるとかじゃないけどな、これ。絵を合わせていけばいいってことでしょ？制限時間内に。あー、なるほどね。ちょっと難しみあるね、これ。まあ、しかし余裕ですよと。対戦ありがとうございました。正解。これで10ポイントもらえるってこと？今回のポイントを見てみましょうと。なんかすごいな。バラエティ番組的なこうレベルが上がってるような演出とかが。ね、昔に比べて。昔もっとステージもちっちゃかったもんね。
あと90ポイント。まあまあまあ、50を2個サクッとクリアして、ね、終わりましょうや。これで多分ね、50ぐらいいくんじゃないかな。いいね、かけっこクイズ。なんだ、かけっこクイズ。ほうほう、記憶力のクイズです。はぁ、あ、はぁ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 、ちょっと待ってね。はい、OK よ。おー、なんだ。これからクッパ軍団がかけっこを行います。結果を覚えておいてください。1位クリボー、2位ヘイホーみたいな、そんな感じ？なんだ？別に難しくなさそうだけど。スタート。おー、はいはい。ノコノコが圧倒的。おい、ノコノコ？なんで？直進していいのよ。ほん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 。50メートルの時点でクリボーが1位と。おー、クリボー休んじゃった。何？何持ってんの？ヘイホー。無を持ってたの、無を。75。おー、ヘイホー独走。おー、ヘイホー、わー。お、ヘイホー独走、何持ってんの？毒でヘイホーが振ってると手を。ヘイホー、ムーチョ、クリボー、ノコノコって感じか。オーケーオーケー。記憶力って言うけど、何が難しいんだろう。すげえ簡単。おー、なんだ？正しいゴール順に並べてリングを操作して制限時間内に青枠に入れてください。ヘイホー、ムーチョ、クリボー、ノコノコだよね。これ、パズルじゃねえか、結局、難しいのって。こういうこと？簡単じゃない？合ってる？いいの？これ。え？レベル3めっちゃ簡単じゃない？疑っちゃうんだけど、なんか。正解か不正解か。マリオさん？なんで？なんで？なんで殴ったの？あの4人泣いてるよ、今。ほうほうほう。あ、なんで？簡単じゃないか、もう。余裕余裕。記憶力なんていうもんじゃないわ、もう。大人にかかれば余裕よと。あと何？30、あ、1か、しゃあないな。じゃあ、これクリアした後に50か30クリアして終わりって感じか。記憶力と計算のクイズです。ほう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 。記憶力結構試されるね。やっぱカメックの方がいいんじゃないか。なんだこれ。クリボーが温泉の中に出入りするので最後まで温泉に入ってる数を、あ、なるほど、出たり入ったりして最後に何匹残ってるかってことか。面白いやん。1入ってきて、この曲すげえ聞いたことあんな。待って、曲の方が気になる。どこで出てきたっけ、これ。なんだっけ、タンタカタン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 。うわ、なんだっけ、うわ、どこで聞いたんだ。うわ、その記憶が、やばい。それを思い出したくて今全然頭に入ってこない。でも5匹、5匹、5匹ね。記憶力が、やばい、俺の記憶力が、思い出そうとして今、脳のリソースが違うところに割かれてる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、9、11。11でいいよね、合ってるよね。お？なるほどね。計算ってそういうことか。これ、全部埋めないとダメなの？もしかして。その可能性あるな。9引く。ちょっと待て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 。ルールがわかんない。ちょ、待て待て待て。あ、全部使い切ってって言ったからごめんごめん、ちょっとミスったわ。普通にミスった。パズルにやられたわ。11ね、オッケーオッケーオッケー。しゃあないね、これはちょっと。ミスっちゃったね。え、これってミスとかあんの？クリアできないとかあんのかな？全部、ゲームが終わった時点で、ポイントが足りないとアウトみたいなこと？オーケーオーケーオーケー、くるくる合わせ。これ、絵のやつだよな。若干むずいんじゃね？元の絵を覚えてく。あー、難しいね。はい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 。見晴らし山か。もうこれ、フィーリングでしかないよな。でも、各階層の一個ずつ特徴的な絵を覚えてれば、それでいいんだよね。うわー、もうこれ、記憶力無理だな。いや、これ結構難しくない？スライドまで入ってくるともう全然わかんない。あ、これむずいわ。ちょっと待て待て待て。ちょっと邪道な手使うわ。ごめんなさい。実はさっきね、記憶力のクイズですって言われた時に、ちょっと待ってねって俺言ったと思うんだけど、そこで、画面録画してました。なんで、ちょっと今その画面録画してた映像ファイルを確認します。いくら卑怯な手と言われてもいい。俺はクリアすることを目標とする。よし。準備終わりました。今画面にね、録画しておいた正解の写真と、今のね、自分の写真を2つ並べておいてあるので、まあ、これで、まあ、さっくりと終わらせましょう。このゲーム。対戦ありがとうございました。勝てばよかろうっていう、そういう精神ね。あれでも違うな。スライドまで考え出したら無理だな。マジか。ちょっとむずいな、これ。そうか、スライドまで必要なのか。やったな、これ。チート使っても勝てないんだけど。あら？
なんか今までのムーチョでムーチョと違ってちょっとガチすぎない？ルーレットやばいね。くるくる合わせ。あー、温泉クイズね。はいはいはい。ちょっともうこれで、これクリアしてもまだでも終わりじゃないのか。ちょっとなんかチート使ったけどクリアできなくて恥ずかしいな俺。まあ、これも最悪ね、録画今してるんで。大丈夫なんだけど。1、2ね。14に15。15で終わりじゃない？ただ最後のあの、あれがむずいんだよな。え、最初一人、どこに行った？消えた？ 14 だった。ごめん、ちょっと待って。一瞬ね、録画ファイル、目行ってたら、クリボー一人消えた。もう一回録画ファイル、確認します。どんなに卑怯と言われてもいい。勝てばよかろう。これが最終の数。これ数えたらいいと。14か、オッケーオッケー。あとはこのパズルができるかどうかって話ね。全部使わないとダメなんだよね、言ってたのは。ちょ、待って。え？なんか普通に今俺、苦戦してるな。結局、パズルが難しいんだな。クイズっていうよりは。オッケーオッケー、かけっこクイズね。もうこれ簡単よ。オッケー！じゃああと30ポイント1個クリアしたら終わりか。オッケーオッケー。ちょっと温泉クイズ今んとこ全部正解してないからな。温泉クイズやりたいんだけど。うわぁ、ダメだったか。くるくる合わせか。でもこれはこれでむずいんだよな。ただここで終わらしたい。イラストが単純な方がいいんだね。これシャッフル入るとマジでむずいな。ただ今回もバッチリ録画しといた。今回まずどうシャッフルしたか、どう動かしたかを確認するわ。それを逆に再生したらいいんだよね、要は。今、最後に全体の絵を4回右回転させたんだよね。ってことは4回全部戻せばいいってことでしょ、まず。違う、4回じゃないな。こうだ。あ、やだ、あ、ミスった。あ、ちょ、待って。操作ミスった。そうか、罰で戻さないダメだったんだ。何やってんだ、俺。ちょ、温泉クイズやりたい、温泉クイズ。違う。ハックンはどれだ、初めてだけど。ちょ、温泉クイズで俺、最後終わりたいんだよな。はんはん、ハックンがどこにいるか当ててください。シャッフルされるので。はんはん、やってみようか。あー、なるほどね、そういう系か。昔もあったよね、こういうの。オーケーオーケー。いや、わかるんだよね。多分左上の2つがハックンなんだけど、ちょっと俺、温泉クイズで、やりたいから、あえてハックンは外します。左上の2つがハックンなんだけど、温泉クイズをクリアしたい。そう、これは違うのはもう分かってた。あえて間違えた。温泉クイズにリベンジする男。さあ、来たよ、温泉クイズ。あえて他のね、問題を失敗しまくって、リベンジ、温泉クイズにリベンジするために帰ってきました。よろしくお願いします。数を数えるのは簡単なんだけど、最後のパズルなんだよな。はい、まず1入りました。はい、2入りました。2ね、2。そして3入って、4、見えないよ？温泉さん？湯気立ちすぎ。15、17。17にしたらいいってことね。これ足し算だね、17ってことは。数でっかいから。2桁いけるんだよね、あれ。そういうことだよね。さあ、あとは答えるだけなんだけど、念には念を入れて、録画ファイルもう一回確かめます。完全にクリアするためにね。OK、17。確かに17であることを確認しました。じゃあ足し算で17を作ればいいんだね。4たす13とかでいかがでしょうか。さあ、これでいかがでしょうか。2桁いけるんだよね。そういうルールでいいよね。あ、てか17出てるじゃん、右に。あれ？筋出てた？合ってる？正解か不正解か。オーケー！ 2桁いけるのね。俺なんかプラスとマイナス使わないとダメっていう固定概念にとらわれてたわ。4マスじゃ無理だもんな、それ。さあ、ちゃんとね、温泉クイズにリベンジを果たすことができたと。対戦ありがとうございました。ただこれ、難しいの難しいよね。くるくるのやつとか、マジで難しいよね。ただまあ、録画してたらいけるんだけどね。ちょっと待って、これ完全に俺クリアしたいな。100% クリアみたいなのしたいんだけど、全部クリアしたい。ガチってみる？何？こちらに参りましょう。スペシャルクイズ。いつもあるよな、これ。終わったと思ったら、スペシャルステージいつも始まるよな。中身ムーチョでムーチョなんだよな。素敵な景品。ゲームオーバーなんだそれ。やるに決まってんだろう。クリアしてやるよ。本当にやりますか？余裕よ。やらせていただきます。スペシャルクイズスタートです。マリオさんが聞いたことある曲が流れ、モニターに歌詞が表示されます。あー、はいはいはい。あれね、今までオリビアが歌ってたやつとか、ああいうやつね。歌詞の一部がハテナとなってるので、その内容を4つの選択肢から選んでください。あー、でも一回聞けるんでしょ？じゃあ簡単じゃない？選択する方法ですが。ほうほうほう。
なんで俺大砲に入ってんの？私？大砲につながったボタンをオリビアさんに教えていただきます。リングを動かし矢印でルートを作りボタンまでたどり着いてください。あーボス戦みたいな感じか。はん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 。ゲームオーバーって何なの？俺死ぬってこと？大丈夫？大船に乗ったつもりで、じゃなくて大筒に乗ったつもりで。大丈夫かな。もうギャグ挟む余裕はあるっていうぐらいだからな。まあ、多分この歌詞クイズ自体は簡単なんだろうな。ミュージック？何の曲だろう。あー渋いね。はいはいはい、カッペイね。ペーパーマリオ界のカッペイこと達人か。はいはい、人生というホニャララ川。え、待って待って、え、正解の歌詞がわかるんじゃないの？え、ちょっと待って、最初に正解がわかるとかじゃなくて、お、ちょっと待って、やったなそれ。最初に俺正解のやつ聞けると思ったんだけど、安心してください皆さん、僕ゲーム実況者です。すでにあのパート録画してあります。ちょっと録画ファイル見直します。だいぶ前の録画ファイル見直します。いやー動画投稿者でよかったわ。はい、録画ファイル見てきました。終わりのない川ですね。正解はトゲゾウの死体がね、川に浮かんでいたシーンを覚えております。終わりのない川。A に行けばいいってことだな。はい、オリビアを操作しようってことね。じゃあこれで終わりで、オリビアさんお願いします。新鮮な画面だなこれ。マリオさん押しますわよ、頼むぜ。押せるそれ？ A ボタン。意外にソフトタッチ。 OK。 これ失敗したらどうなってたんだろう。逆にそれが見たいわ。飛んでいったのかなマリオ。コングラチュレーションスペシャルクイズクリアですと。チート使ったからね、ゲーム実況者の性能フル活用しました。ありがとうございます。おお。今見たばっかのフィギュアだよ。思い入れないわ、思い入れ全然思い入れない、そのフィギュアに。新たなチャレンジ、はあまだあるんだ。ちょっと待って、彩りの湯今回行ってもいいんだけど、オリビア落ちるんだ。もう一回やりたいな。といったところでお時間になってしまいました。皆さん最後はご一緒に、じゃあ皆さん一緒に、はい、よろしくお願いします。僕も言うんで、ヘイホーのあ、ごめん、ちょっと咳してタイミング逃したわ、ごめんなさい。言っていただいた視聴者の方申し訳ございません。ちょっと咳してしまいました、謝罪します。ここに、おー彩りの湯、まさかの直接。お、待ってる、お前らゲームオーバーなるとこだったぞ俺。おお、ジュニア、これが秘密の温泉か。いろんな色がありそうだな。混ぜたら真っ黒になりそう。大丈夫かな。お父さんと同じ鉄は踏まないでくれよ。え、このギラギラとした輝き、これは確かに色落ちに効果がありそうですぞ。これ俺たちが入っても大丈夫なの？は、色鉛筆。とってもカラフル、ウキウキ色づいちゃうと。大丈夫なの俺たち入って、変なことならない？最後の仕上げです。色が綺麗に戻るようしっかり浸かるんですぞ。くれぐれもかき混ぜるなよ、頼むぞ。真っ黒になるぞ体。あ、よかった、常識あったわ。うん、何？それフューリーワールドでもクッパがやってたな。やっぱ親子なのか、同じポーズしてたな今。どうだ見てみろ、もうどこも悪くないぞ。これならもう文句ないだろ。さあこれであれか、あの雷の敵と戦えるのか。どうした、思えばここまで長い道のりでした。もうほんとゲームオーバーの嵐だったからな。ワンワンに食べられ、クイズ番組で死にかけ。しかしようやくいつもの元気な坊ちゃんに戻られて、くー本当に良かった良かったと。カメック一緒に戦ってほしいんだよな。こんな顔だったんだ。オリビア、そうか、知らないのか。まん丸な目に、唇もたらこみたいでとっても可愛いです。そう？ん？あ、下の顔って言った。そういうことか、びっくりした。俺、何の話だろうと思ったら、なるほどね。クラウンの話だったのか。面白いやん、オリビア。ちゃんと小ボケ挟んでくるやん。それで、坊ちゃん、あの雲の上の折り紙塀まで飛べそうですかな？元気もりもりやる気満々だ。あんな雷雲の一つや二つ軽くひとっ飛びだぞ。人も、もう一回ハサミ出てくるんじゃないの？大丈夫？なんならもう今すぐここら飛んでいけちゃう。ちょ、待て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 。まあまあ、坊ちゃん、マリオくんもいろいろ準備などあるでしょうし。ここは一旦上に戻って改めてクッパ城に乗り込みましょう。俺もう一回やりたいんだよ、さっきのクイズ番組。ちょ、完全制覇したい。悔しい。
チート使ってもクリアできないステージあったから、ちょっと今回は完全にクリアしたい。上がりの湯。なるほど、面白いやん。これじゃあ、お上がりと。あ、なに？もしかして？あ、下か、びっくりした。俺、完結点的に飛ばされるのかと思った。ああ、はいはいはい。ここに戻ってくるんだ。あんまりなんか気持ちのいい戻り方ではなかったな。え？行かないの？ちょ、もう一回行こうよ。ヘイホーのヘイホーやろうぜ。ふざけてるのは俺だけらしいな。今目の前でね、クッパとかが困ってるのに、バラエティ番組に出演したいのは俺だけだったみたいです。さあ、やってきたぜ、帰ってきたぜ、ヘイホーよ。完全クリアします。この番組、潰します。これ最終回ね、もう、荒らす。この番組を荒らす。録画というね、チートを使って、この番組を荒らす。そして、パーフェクトチャレンジ。はん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 。すべてのクイズに正解すれば、あ、必要なんだ、トロフィーゲットするのに。鬼畜だね。これ全部クリアって鬼畜じゃない？結構。はん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 。全部のクリアか。じゃあ、パーフェクトチャレンジ行こうか。ただ全部クリアってむずいよな、シンプルに。お、温泉クイズ来たね。14。さあ、これでいかがでしょうか。パックン、ヘイホー、ムーチョ、ノコノコ。よし、オッケー。オッケー、くるくる。絵合わせね。これのレベル3マジでむずいから。絵は同じなんだな。これマジむずいからちょっとガチで攻略しに行くぞ。えぐ。いや、えぐいな、これほんと。これ、クリアできんの？実際。ちょっと録画ファイルで、実際どう動いたかを確かめて、それを逆再生で回していこう。そうすればいいってことだよね。ちょっと待て。今ね、録画ファイル、もうガン見してたんだけど、10分ぐらいガン見してたわ。難しくて。と思ったんだけど、これ意外に簡単なんじゃないかっていう説がある。なんか一見難しそうに見えるけど、要はぐるっと1回転させて、で、あとスライド2回してるんだよね。合ってるかなってわからん。6回だよね、操作。試してみよう。いける！だよね。そうそうそう。見直しててさ、なんか最初に、向きが反対になるから、なんかすげえ難しく感じたけど、ぐっと見てみると、あれこれ、元の位置に戻ってきたりとか、半分に逆さまにしてるだけじゃんってなったから、あ、なるほどね。はいはい。攻略法がわかればって感じか。あ、そうなんだ。俺、こんなん絶対無理だろうって初見の時さっき思ったけど、やってみると意外にいけるんだね。はぁ、面白いな。意外にこれ攻略法を練られてて面白いぞ。今の。で、かけっこクイズね。これは簡単でしょ。オッケー！簡単だね。これは簡単。なんかこれだけ偉い簡単だよな。これも言うてそんな難しくないんじゃない？っていう説がある。お、いけるね。これはシンプルにあれか、逆再生したらよかったんだ。今、録画ファイル見直してて、あ、逆再生すればいいだけじゃんっていうなった。手順が7回だしね。さあ、来たよ、温泉クイズレベル3。これをクリアすれば、残りはレベル1が1個残ってるだけだから、もう実質、クリアと言っても間違いないでしょう。さあ、気合い入れていくよ。さっきもこれが最後の関門だったもんね。これじっくりやっていこう。1、今1入ってる。2、2ね。で、見えなくなっちゃうから、レベル3は。3、今3入ってるよ。しっかり覚えておこう。3ね、3。これに、3が2、5、7、4、7から3引いて4。で、5、6入って、今6匹入ってるんだけど、5、7、9、9、2、4。あ、わからんくなっちゃった。ちょっと待って。今脳みそがぶっ壊れた。今僕の脳みそぶっ壊れました、皆さん。見てくださいましたか、皆さん。僕の脳みそ今、なくなってます。中身スカスカになってます。録画ファイル、見直しましょう。どんな手も使う。よし、録画ファイル見直してきました。21。21で正解です。さあ、21。これでどうでしょう。いけるだろ、頼むぜ。もう、卑怯な手どんどん使ってるから。もうどんだけ罵られてもいい。勝てばよかろう。カーズの教えをしっかり守っていこう。オッケー！よかった。危ない危ない。なんかいろいろ心配になったわ、今。
やりながらすごい自分で心配だった。さあ残りはかけっこクイズ。はい、これのレベル1をクリアしたら終わりです。もう実質クリアみたいなもんだな。頼むぜ。多分俺がもうヘイホーのヘイホーで人生遊ぶこと、これが最後になるだろうから、じっくり見ていこう。楽しもう。この最後の瞬間を噛みしめながらこのかけっこクイズ見ていこう。ごめん、嘘つきました。あまりにも実況することがなくてカットしました。はい、これでヘイホーのヘイホー完全攻略パーフェクトになります。対戦ありがとうございました。これでフィギュアいただいて、もうこの番組に僕が出演することはないでしょう。皆さんありがとうございました。オッケーいけるね。ゲーム実況者冥利に尽きるね。画面録画しといてよかったわ。さあこれでパーフェクト達成と。ゲームはないのかな、フィギュアがもらえるだけなのかな。こっからさらにありますみたいな。あ、スペシャルクイズあるんか。さあ何の曲だろう。おお、はいはい、ハートでファイヤーね。ハートがドキドキ、準備はオッケー。懐かしいな。これも神様お願い。あ、まだハテナ来ないな。あんま歌詞覚えてないぞ俺。おーおい、ここだけ覚えてるわ俺。ハートにファイヤーでしょ。うわ覚えてる。うわ、最後の最後録画見直さなくてもクリアできるっていう謎の熱い展開じゃん。あれ、新宝島のね、折り紙キングの動画を作りまして、そこでこの場面使ったからね、覚えてたんだよ。ハートでファイヤーだよね。ファイヤーは D ね。 D 行けばいいんだ。まさかの最後の最後攻略見ずにクリアっていう熱い展開。これで OK だね。よし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 、いけるはず。頼むぜオリビア。ファイヤー D だったよね。これで見間違えたら俺もう泣くな。今日一日寝込むわ。頼むぜオリビア。オッケー、すげえドキドキした。分かってたけどドキドキした。このオリビアでかいな。なんか今オリビアでかくなかった、気のせい。オッケー、パーフェクトチャレンジクリア。クイズがとっても大好きなマリオ。違います、ゲーム実況者マリオにしといてください。遊んでる時常にゲーム画面録画してる男マリオっていう表現にしてほしいな。オッケー。あ、トロフィー。あ、そっか、フィギュアじゃなくてトロフィーか。オッケーオッケーオッケー。おお、3000コイン安いね。命かけた割には安いね。はあ、満足。彩りの湯でゆっくりね、肩まで使って体温めて、じゃあこのパート終わりにしようか。いやー、よかったね。ほんと、なんか達成感すごいわ。卑怯な手を使ってでもクリアするっていう、その達成感が良かった。もうヘイホーなんて言わない。大の大人はね、ヘイホーなんて言わないから。オッケー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 、満足だわ。ちゃんとね、肩まで使って、はい、右上のね、多分トロフィーが寄贈されましたっていうアナウンスだろうな。うん、トロフィー天空のクイズ王。ありがとうございます。最後にちょっとコーヒーも飲んどくか。大事だよね、普通のコーヒー飲むの。ここに来て普通のコーヒー飲むの大事だからね。さあこのね、熱い気持ちをこのあったかいコーヒーでね、ほっと一息、逆に冷ますと、こうやって頭ね、リフレッシュ、気持ち切り替えて、じゃあ次のね、雷戦に挑もうか。というわけで、じゃあこのパートはここで終わります。ご視聴ありがとうございました。なかなかね、エンターテイナーだったんじゃないかな。マリオさん。満足だわ。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。